皆さん準備はいいでしょうか。はい、うん、それでは僕が続いてはひとみさんです。ってら皆さん大きな声で迎えてください。いいでしょうか。いいでしょうか。今日最後のクラフェスラストのアーティストはひとみさんです「夢は見つけたの」
シウマ元気や, やってまいりました、ひとみです。今日は短い時間なんですけれども、皆さんと楽しい日にしたいと思っておりますので、皆さん準備はいいですか？はい、じゃあ次の曲聴いてください。懐かしい曲です。知ってるかな、 By Myself。でまた涙して
ですよ。ええ、もう全然涼しいの。だから帰ってきたって感じ。もちろん出てきました。ありがとう。サマーサマーだね。ロークサマーね。もうすぐ歌うよ。はい、ありがとうございます。グラフェスみんな楽しんでる？なんだか瞳のおかげで焼酎とグラマラスの出会いをグラマラスイベント出会いありました？ない。さすがに。でも今日は私と出会えたんじゃない？よかったな。いいですか？はい、あ、そうだ、そうね、あまり長いこと喋っちゃうとあれよね。はい、私は今年の11月で、なんと25周年を迎えさせていただきます。はい、いやーね、これついたら25年経っていて早いよね、25年ね。若い？ありがとう、ありがとう。見回しで失礼します。43です。誰は足出すなって言わないんで。傷つきやすいのよ、45年間。ほんとネットとかでね、ババアとか言われてる。ほんと傷つくよ。顔見せなさいって言いたくなっちゃうね。はい、そしてですね、ラブ2000、皆さん1曲目に聴いていただきましたけど、知ってますか？知ってるよ。一応私の代表曲になっております。ラブ2000からもかれこれ来年で20年を迎えるんですけれども、はい、もうあの有名な高橋尚子さんが聴いていただいて、本当に多くの皆さんにより聴いていただけることになりまして、それから20年、愛はどこからやってくるのか、その答えが出たのだろうかと改めて20年経って、自分に問うてみました。最後にそのカバー曲になるんですけど、ラブ2000のカバー曲、ラブ2020聴いてください。どこからやってくるのでしょう。
また会いに来るよ。